アフメトイッツェとパシャは、オスマン帝国の軍人、政治家。最終階級は、ミュシル。政治活動には、積極的には参加せず、統一と進歩等には入らなかった。1912年の第一次バルカン戦争時、参謀総長、1913年の第二次バルカン戦争時、オスマン軍総司令官を務めた。 オスマン帝国の第一次世界大戦参戦には反対していた。エルズルム作戦後、1916年3月、アフメトイってトパシャ式下の第二軍は、ダーダネルスからカフカス戦域に投入され、戦線右翼を受け持った。第二軍は、エルズルムスイワス方面のロシア軍の動きを止める任務を受領した。第二軍の配置転換は、 1916年4月に始まり、8月に集結した。8月2日、ムシュキー・エルズルム方面で攻勢を開始し、8月6日にビートリス、8月7日にムシュをダッシュし、8月8日に国境線に進出した。8月19日、ロシア軍の逆襲により、大損害を被り、攻撃発起点まで後退した。新規攻勢も失敗に終わり、 9月11日、第二軍は、キーオーノトムシュの戦に止まり、防災に転移した。1916年10月までに、最盛期12万人いた第二軍には、6万4千人しか、残らなかった。1917年始めまでに、第二軍に未充足の7個師団が加わった。1917年2月から、カフカス軍集団総司令官となり、第二軍と、 第3軍を指揮した。1917年4月から5月、オスマン軍は、ビトリスとムシュ軍を占領した。1917年12月、軍集団解散。1918年10月14日、タラートパシャ内閣退陣後、新内閣の組閣を委任され、首相兼国防省を務めた。10月30日、ムドロス港のイギリスの戦艦、アガメムノン城で和平に署名し、 連合軍によるボスポラスとダーダネルス、バトゥーミトバクルの占領、ヒジャーズ、イラク、シリア及びイエメンのオスマン軍の降伏、イラン、ザカフカーズ、キリキアからのオスマン軍の撤退を認めた。11月8日、アフメト・イッツト・パシャ内閣は、総辞職し、11月11日に組閣されたアフメト、テブフィク・パシャ政権で、外務省に任命された。年、 ムスタファケマルアタチュルクの権力掌握後、カリフ政治辞者だったアフメトイッツェトパッシャは政治生命を完全に断たれた。ありがとうございます。